こんなに体を動かしているのに寒気を感じる。ここは随分と冷えますね。タルタロスっていうのは、要はファントムを凍らせておく冷凍庫なんだろう。神々の時代に作り始めたなら、低い温度が保てる海底に作るのは道理だな。夕焼けの草原出身のレオナ先輩とネッサの国出身の俺には都合の悪い環境ですね。ああ、温度を調整する魔法のかかった涼服を着てるとはいえ、快適とは言えねえな。ああ、上着が必要ではありませんか。よければ俺の服か魔法で調整を。誰もんなこと頼んでねえだろうが。それでてめえの動きが鈍くなってちゃ元も子もない。それよりさっさとあのかいわれ大根を引きちぎって、こんなところとはおさらばするに限る。はい、学園も心配ですしね。心配？ええ、今ナイトレイヴンカレッジに残っている寮長はマリウス先輩とカリムだけ。学園全体、スカラビアも大変な混乱状態に陥っているはずです。ふん、寮長一人に寮を任せるのは心もとないって？そうは言ってません。レオナ先輩だって残してきた寮生たちが心配なんじゃないですか。サバナクローには副寮長がいない。今頃リーダーのレオナ先輩を失った寮生たちはさぞ慌てているはず。んなこと俺が知るかよ。勝手にやるだろうさ。知るかよって無責任な。ん？この風、今までは足元から吹き上げる冷気しか感じなかったが。ああ、少し前から横風が吹いてる。あ、あそこ階段の少し先に細い横道があります。暗くて中が見えない。身を隠すにはうってつけの場所だ。凍結から放たれたファントムが潜んでいる可能性があるわ。下がっていてください。俺が一人で行って中の様子を伺ってきます。あ、何言ってんだてめえ。レオナ先輩は夕焼けの草原の第二王子であり寮長となれば、当然俺が行くべきでしょ。それに俺の方が身軽ですし。ああ、決して先輩の足が遅いと言っているわけではありません。心配してるんですよ。あなたに何かあれば俺では責任を負えませんから。心配？責任だと？この俺に。待て、遅かったな。何か近づいてきやがる。案の定だ。こうなったら迎え撃つ。